ジャズ喫茶バリエラのこいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ビバップの巨人の人にですねお届けします。お待ちください。こちらです。ディジー・ガレスピーですね、トランペッターの、はい、のザ・チャンプというアルバムタイトルですね。編集されたものなんですけれども、1951年、52年のセッションを収録されているレコードです。ザ・チャンプという、彼が作った曲も、面の1曲目に演奏してますけれども、今日お届けするのはですね、A 面2曲目にあるんですけれども、私の大好きな彼が作った曲なんですね。ワークスワークスっていうんですけども、これをお届けします。それで、編集版ということもありまして、この、セッション、3つか4つぐらいのセッションなんですけども、それぞれ日付が違うんですね。それで参加メンバーも、もちろん変わってます。それで今日お届けするワークスワークスはですね、まず、3巻編成でやってるんですね。ガレスピーのトランペット、それから J.J. ジョンソンのトロンボン、それから、まだ若き知られてないコルトレーンが、ジョン・コルトレーンがテナーサックスで入ってます。コルトレーンはもう一曲、B 面の一曲目のあの茶のポードで有名なティンティンデュオ、この中でも登場しています。それで、ミルト・ジャクソンのですねバイブが結構フューチャーされてるんですね。もう同じ時代を生きてきたのでぴったしですよね。ここにバイブが入るとですね、なかなかいいです。それからベースはパーシー・ヒースですね。はい、ですね、それでこのバークスワークスという今日お届けする曲なんですけども、あ、それからごめんなさい、ギターが入ってます。1951年の、セッションなんですけども、これも若い、ケニー・バレルがですね入ってます。それでケニー・バレルがですね、後に、この有名なブルーノートのファイブスポットカフェでの、ライブ録音なんですけども、この中で1曲目にもうボビー・ティモズのイントロで入るワークスワークスですね。これもすごくいいですよ。大名盤ですね。大好きなレコードなんですけども、はい、ここで、ケニー・バレルが自分の MC でディジー・ガレスピーのワークスワークスというふうに紹介します。はい、そのバークスワークスを、お届けします。このレコードにはですね、他にまだ若いウィントン・ケリーとかですね、そういったメンバーも入ってます。まあ、ここに、メンバーが入ってますけども、これだけではないんですけれども、はい、では3分ぐらいです。短いですけれども楽しんでください。ジャズはいいよ。